吉岡長政、人望ピカイチ、重臣たちからも頼られた大友の屋台骨。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は大友の屋台骨、吉岡長政について紹介していこうと思います。大友宗麟の全盛時代を支えた大友家臣団の中には、大友三郎と呼ばれた重臣中の重臣がいました。その中の一人が吉岡長政です。同僚である大友の重臣たちからも何かと頼りにされた長政の存在感は、優秀な家臣団の中でもひときわ目立つ存在でした。彼を失った大友氏はやがて全盛期から衰退期を迎えることになるのです。では吉岡長政の生涯をじっくりと解説していきましょう。大友三代に仕える。吉岡氏は大友氏初代大友義直の孫である野津頼宗の息子、親継ぐの代から始まったと伝わっています。長政の少年は不明ですが、大友宗麟の祖父にあたる大友義長の代から仕えていたとも考えられます。というのも、長政の長の字は義長から取ったものと考えられており、それはつまり義長が健在の時代に生まれて元服したということになるからです。義長は永正15年1518年に亡くなっているので、それまでには元服を済ませていたのかもしれません。享禄5年1532年には周防の大内義隆が九州侵攻を開始し、この時の戦いに長政は参加していたようです。また吉岡氏としては初の下番衆、家老職に選ばれており、能力のある人物だったことは確かです。しかし理由は不明ながら、天文3年1534年に下番衆を解任されてしまいます。その後しばらく消息がわからないのですが、もしかすると大友義明の代では冷遇されていたのかもしれませんね。下番衆復帰と大友三郎へ。天文19年1550年長政に転機が訪れます。義明の息子宗麟、当時は義重が2回崩れの変で義明を当主の座から追い落とし、家督を継承したんです。これによって長政は下番衆に復帰を果たし、臼杵秋葉や義弘秋政らと並ぶ大友三郎として大友氏の全盛期を支えていくこととなりました。この頃の大友の勢いには陰り一つなかったと言ってもいいかと思います。宗麟の下で長政は戦に交渉に内政にと大車輪の働きを見せました。大友氏に反旗を翻した各地の勢力を鎮圧したのはもちろん、豪族同士の領地境界線をめぐる揉め事を採決したり、和睦交渉の仲立ちをしたりするなど活動は多岐にわたりました。龍造寺高信と熊代勝利の和睦や島津氏と伊藤義助の和睦にも関わっており、家臣の中だけでなく周辺の武将たちからも信頼されていたことがわかります。中には自分が吉岡長政殿と親しくしていたから長政殿が宗麟公を動かして和睦を成立させてくれたのかもしれんというものまでいたそうですよ。また立花道雪、臼杵秋葉や義弘秋政の重臣3人が連名で長政に相談を持ちかけるなど、重臣たちの中でも長政は特に頼られる存在だったようです。ただあまりに忙しすぎたらしく、政務の代理を義弘秋政に頼んだりもしており、本当申し訳ないけどわしも疲労困憊でと疲れをにじませた書状も残されています。毛利の侵攻を退けた智謀、交渉ごとに長けた長政ですが、その頭脳の鋭さが戦で存分に発揮されたのが毛利の九州侵攻時です。大内氏から毛利氏へと覇権が移った中国地方ですが、
毛利氏は大内路線を引き継ぎ、九州侵攻をたびたび行ってきました。そのため指揮官として長益は大友全軍を任されていたんです。しかし毛利の勢いの前に大友方は筑前、福岡県西部をほぼ失いかけており、正念場を迎えていました。永禄12年、1569年、長益は宗麟にある策を進言し実行に移します。大友に保護されていた大内一族の一人、大内照弘を担ぎ出し、大内の本拠地周防へと送り込むことにしたのです。まず長益は政界権を握っていた村上水軍の調略に取り掛かりました。調略は意外とあっさり成功しましたが、この寝返り自体が毛利の策略かもしれないと疑ってかかった長益は念を入れて毛利の補給地を大友の兵に襲わせ、それでも村上水軍が動かないと確かめてから照弘を周防に送り込んだのです。それだけではなく、大友方が豊前小倉城、福岡県北九州市を攻めると噂を流させ、実際に味方にちょっと攻撃させて毛利方の吉川、小早川の注意をこちらに向けさせたところで照弘を周防に入れるという念の入れようでした。これによって大内の旧臣も照弘に呼応して兵を挙げたので、毛利としては九州どころではありません。しかも毛利に滅ぼされていた天子の旧臣に長益は資金援助を行っており、こちらも兵を挙げたため、毛利は全軍撤退せざるを得なくなったんですよ。長益の二重三重の策略によって毛利は退けられ、大友は再び九州での勢力を盛り返したのです。忍び寄る老い、そして大友の落日を見ずに世を去る。大車輪の活躍を見せていた長益ですが、すでに70歳前後、さすがに疲れたと引退を口にするようになりました。しかしそれでも大友はまだまだ長益の力を必要としていました。元亀元年1570年、2度目の龍造寺討伐が不発に終わると、長益は和睦交渉の席に着きます。そして元亀3年1572年まで家老職を務め、翌年に亡くなったと言われています。年齢にすれば70代半ばから80歳くらいと推定されており、当時としては長寿だったと考えていいと思います。しかしこんなシニアにここまで働かせちゃいかんでしょう。ただこの辺りから大友氏は衰退に向かいます。天正6年1578年、宗麟は重臣たちの反対を押し切り島津攻めを強行。耳川の戦いで大敗を喫し、以後大友氏は下り坂を転げ落ちていきます。耳川の戦いで命を落とした義弘重信は、宗観殿や長益の出家後の号、秋早殿がご健在のうちは正道も正しく行われていたのに、今では寧臣たちが大きな顔をしていると嘆きました。また耳川の戦いに従軍していなかった立花道雪は大敗後に、吉岡宗観、臼木秋早の死後、大友の政治は武道でしかないと吐き捨てています。大友三郎のうち義弘秋政は元亀2年1571年にすでに没し、臼木秋早も長益の死から2年後に亡くなっていました。大友三郎の相次ぐ死は大友氏の弱体化を加速させていったのです。ちょっと触れておきたいのが、長益の息子明興の妻である妙輪にという女性のこと。明興は耳川の戦いで討ち死にを遂げましたが、未亡人となった妙輪には島津の侵攻から城を守ろうと抵抗し、女伊達らに采配を振るいました。その智謀と武勇は
九州征伐を行った豊臣秀吉の耳にも届き、彼はひどく感心したそうですよ。長政とは血のつながりはありませんが、吉岡一族の中でも光る存在でした。まとめ1、大友三代、吉永、吉明、宗麟に仕えたが、吉明の時に河番衆を解任されていたこともあった。2、宗麟の代で復帰を果たし、内政や外交、軍事すべてで活躍し、同僚の重臣たちからも頼られる存在だった。3、毛利元就の九州侵攻を地望で退けた。4、最晩年まで家老職にあり存在感を発揮したが、大友三郎の死後、大友氏は衰退していった。毛利元就の侵攻を退けた際の長政の謀略は見事としか言いようがありませんね。本当に大友氏は家臣団に恵まれていたと思いますが、耳川の戦いの直前に大友三郎が生きていればとやっぱり思ってしまいます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。